セラダ・カピバラ国立公園は、ブラジル・ピアウイ州の国立公園。この国立公園は、世界屈指の考古学遺産を保護するために創設されたもので、時には100メートル以上の高さにもなる絶壁に刻まれた、古いものでは6万年前にも遡る3万点もの、線刻岩絵群が残されている。他に、洞窟壁画も残っている。これらの旧石器時代の芸術は、現代の我々に対し、アメリカ先住民の日常生活に関する傑出した証言を明かしてくれているのである。その例としては、儀礼、舞踊、狩猟などのほか、グリプトドンや巨大アルマジロのような最後の氷期以前に絶滅した動物などが描かれている。壁画には、世界で最古の船も描かれている。現在の地形は2億5000万年前に形成された。最も印象深い地形は、ペドラフラダ遺跡にある。また、この遺跡では、陶器製の道具類も発見されている。1985年に、ここで採取された資料は、放射性炭素年代測定のために、フランスのジフシュ・ルイベットにある、フランス国立科学研究センターへ送られた。最初の分析は、発掘された層によって資料の木炭は異なる年代を示した。ペドラフラダの洞穴の人間の活動が見られる最下層は3万5000年前から4万8000年前という開きを示した。1999年にバードによって発展させられた ABAX-SC はこの年代推定を洗練させた。異なる集会場跡から入手された7点の資料はこの分析にかけられ、オーストリア国立大学で分析された。資料は4万8000年を超えることが明らかになり、5万5000年から6万年を示している。セラダ・カピバラ国立公園は、アメリカ人類博物館基金によって管理されている。公園から数キロ離れたソン・レイモンド・ノナト市には、公園の地域で出土した品々を展示しているアメリカ人類博物館がある。1991年にユネスコの世界遺産に登録された。申請時点では複合遺産としての申請であったが、考古学的遺跡群の文化的価値のみが評価されて文化遺産としての登録となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。